日は岩の原部公園にご来園いただきまして誠にありがとうございます。この部公園は川上天聖によって明治23年1890年に開かれました。岩の原部公園における最初のワイン作りは明治26年1893年9月のことです。在来の土蔵で行いましたが仕込み温度が上がりすぎワインの品質は好ましくありませんでした。新たな施設に必要になる感じた前例は1号から3号まで3つの石蔵を検討しました。最初に完成した第1号石蔵では雪を利用した仕込み桶の冷却を試し良好な結果を得ます。今ご覧いただいております第2号石蔵は明治31年1898年1月に完成したもので雪蔵が併設されより積極的な雪の利用を可能にしました。仕込み機に雪蔵から雪を運び入れ仕込み桶を囲って冷やすだけでなく夏場は雪室にずっと扉を開放して冷気を取り入れ熟成中のワインを夏の暑さから守りました。高い地下式の構造で壁は石積み土をかぶせた土屋根としたのも室温を冷蔵に保つ工夫です。建造当時の姿を残す二号石蔵は日本のワイン醸造史上重要な資料として平成2年1990年、上越市の指定文化財に指定されました。この石蔵は現在も熟成庫として使用しています。当時の雪室は後を残すのみとなりましたが、平成17年、2005年に新たな雪室を建設し、今も夏の空調に雪を利用しています。ご見学は順路表示に従ってお進みください。なお、石蔵内は暗いので、お仕事には十分ご注意ください。